パーソナルトレーニングスタジオナノの高橋です。この DVD シリーズではパーソナルトレーナーとして活躍する上で必要な知識、技術、考え方、これらを習得できるプログラムとなっております。まず最初に機能解剖学です。機能解剖学の習得にはセルフストレッチとペアストレッチを習得していきます。姿勢と動きに関わる必要な筋肉から覚えていくことによって包括的に体を見ていくことが可能となります。次に運動生理学です。体をどのように動かしたら体内でどのような反応があるかというのを学問的にまとめたのが運動生理学です。トレーニング指導において必要な運動生理学の知識をギュッと濃縮したものをご案内していきます。その次に姿勢の分析と改善方法です。姿勢の身につき方、その姿勢によって予想される筋肉の硬いところ、弱いところの予想、これらができるようになっていきましょう。そしてその改善をすることによって肩こりや軽度な腰痛の改善にもつながってまいります。最後にファンクショナルトレーニングです。動きを見抜いて動きを改善する方法、これを習得するためにファンクショナルトレーニングの理論を学んでいきます。理論を学んだ後はその実際のアプローチの方法をご案内していきます。一つ一つしっかりと復習をして練習をして自分の身に身につけていってください。